では今日2つ目の特集に取り掛かります。ゲーム好き、車好きの方は特にこのゲームの中に出てくる車というのはですね、実際に売ってる車なんですよ、商品として。それ長くなりそうですね。昨日の場合は、ね、もう僕ずっとこれやってるんですけど、でエンジン音とかね、加速感とかハンドルの切れ具合とか全部その商品、その車と同じ味わい方ができるんです、ゲームの中で。そんなに今までのと違うんですね。まあ、1、2、3と企画の新しく3が出たばかりなんですが、先週発売されたばかりのあのゲームの開発現場の取材です。オフロードのコースにエンジン音が轟く。山内和則、職業ゲームクリエイター。山内がオフロードを走るのは生まれて初めて。しかし居合わせたプロのドライバーの評価は高い。いや、仕事とかじゃないですよ、本当に。お尻流れた時にアクセルずっとコントロールするじゃないですか。あれがなかなか本当できそうでできないんですよ。楽しい。初めて経験するオフロードを乗りこなせたのはなぜか。ゲームのように動いたから。本物に近いドライビングが体験できる。山内はそんなゲームを作っている。ドライビングシミュレーターグランツーリスモ。50万枚売れればヒット作と言われる中、先週発売されたシリーズ最新作はわずか2日で100万枚を突破。よし。どのようにしてこのゲームは作られたのか、ヒットの秘密を探る。山内和則33歳、幼い時から大の車好き。4年前グランツーリスモを発表。国内外で高い評価を受ける。1月、山内はデトロイトモーターショーに来ていた。もう立派、すごい。あ、そうですか。すごい、あれ見たら。そうですか。どうやってここまで作ったんだろうと思って。グランツーリスモには実在する車が登場する。最新作 GT3 ではプレイステーション2対応となり、車はさらにリアルになった。自動車メーカーにとってもはや GT は単なるゲームではなくなった。 GT をやればうちの車がどういう車なのか感じることができるし、ゼネラルモータースの車が広く知られることにもなるんですよ。まずとにかくリアリティを追求するってところをひたすらやるわけですよ。本物の車みたいな経験ができるゲームっていうのをやっぱりユーザーが待ってたんだと思います。この車をゲームに入れる作業が始まった。 GT3 の開発現場、およそ70人のスタッフが働く。山内が撮ってきた写真100枚以上。基本的に車は写真をもとに作られる。流れるような曲線を持つ車のボディ、 CG では短い直線をつなぎ合わせこれを表現する。一番重要なのがライト。内側まで正確に作る。ライトの出来によって車の印象が大きく変わるからだ。エンジン音も1車種ずつ個別に収録する。去年の夏、130台の車を一堂に集め、写真撮影やエンジン音の収録を行った。こうして200台以上の車は作られた。僕はゲームそのものを考えると同時に、ゲームをどうやって作るかを考えるっていうのが仕事だと思う。気持ちよく充実してものを作れるっていうことの方がスケジュールより大事なんですよ。スタッフは割り当てられた仕事をこなせばあとは自由。
あれ騙せるけど人間相手は騙せないね。新記録だったんですけども土曜日は30時間起きてました。多分29時間は仕事してました。偉い俺っていうか。ゲーム作りの判断、スタッフへの指示は山内が行う。あ、これね。 OK、サンキュー。分かった。じゃあ後で確認しておく。来ましたちょっと時間かかる。それを俺マネーに乗っけるから。増えねえこの車。増えねえ。あの笑顔じゃないですか。あれでもうコロッと俺も騙された口ですね。うん、僕はね怒ったりはしないですね。切れるっていう感情はあるんだけど、絶対に作ってる間は切れない。GT3 がどれだけ本物に近い操作性を持っているか試される日が来た。世界ラリー選手権に参戦するトップドライバー、トミー・マキネン。彼が GT3 のテストドライバーとなった。いや、うまかったですよ。だってあのライバルに勝って1位でフィニッシュしてたでしょ。あれって普通の人には絶対できないですよ、あんなことって。マキネンのイメージ通りに車が動く。山内は自信を深めた。GT3 は発売を2度延期していた。いくら作業を続けてもやることが減らない状態だった。開発に着手して2年。山内はその間会社に泊まり込んでいた。休日はなし。食事は1日1回で済ませている。山内が会社で寝泊まりする部屋。僕は恵まれてますよ。他のスタッフは机の下で寝てるわけでしょ。そうですね、うん、本は眠るために必要なもの。切り替わんないんですよね、こう高ぶっちゃってるとね。だから本読んでだんだんリラックスしてきて、で気持ちよく寝ると。スタッフも帰宅できるのは週に 1、2度。女の子です。じゃあちょっとお父さん会いたい。会いたいっすよ。で大学の部活動っていうかそういうノリで仕事をしていた部分はあるんですけど、子供ができるとやっぱりなんかこうこれでいいんだろうかっていうような俺の望んでるのはこれなんだろうかみたいな疑問はありますね。山内は自分たちより働いている。だから休むわけにはいかない。3月下旬、ゴールデンウィーク前にゲームを発売できないかと打診が来た。ご心配をかけして。はい、ガンガンにプレッシャーかけまくってますよ。どこまででもやりたくなっちゃうんですよ、きっとクリエイターの人。ただビジネスをやるっていうところから考えると、この段階でいいでしょっていう、まあ、コンセンサスを会社とクリエイターの間で取るしかないですよね。しかし発売のめどは立っていなかった。並行して行われているチェックではゲームの不具合が続出。また豆腐と呼ばれる白い未完成の建物が残るコースもあった。ゲームを作り始めて9年、苦しい経験は幾度となくあった。ゲームを作り始めた頃、500万円以上する車をダメにし、5年間残ったローンを払い続けたことがあった。宝物みたいな車でしたからね。もう連日徹夜をしててね、すごい疲れてるにもかかわらずやっぱり乗りたくなって乗って、で壊しちゃったじゃないですか。だからやっぱこれって仕事で取り返さなきゃいけないよなと思って。結局山内は発売を4月28日と決めた。
山内が珍しく苛立っていた。だから僕らと同じ感覚では絶対に遊ばないはずだから、僕らって一応さ、どのコースも隅から隅まで知ってるでしょ。発売前に行うモニター調査、山内はゲームが初心者にとって難しすぎると気づいたのだ。すんごい気をつけてたんです。必ずそうなるって分かってるから、僕らがあまりにも日常的にゲームに接してるがゆえに、ユーザーとの感覚がずれてくる。だからずれないように、ずれないようにって常に思ってきたし、いやでもね、命拾いしたって感じだよね。ゲームの難易度を一から見直す。山内は発売を延期するかもしれないと言った。それから10日余り、発売が延期となる瀬戸際の日を迎えた。はお皿を焼き始めないと絶対に間に合わない。なるほど。上からの重圧もあるじゃないですか。そういうこととか一切見せないんですから、すごく精神力、精神的に強い人ですよね。 OK、 終わりました。はい、焼く。この後品質チェックを受け工場へと送られる。山内にとって9作目となるゲーム完成。GT1、2、3と来て、そのたんびにこのタイトルができたら死んでもいいと思って作ってるんですけど、作っても終わらないんですよ。また作んなきゃいけないんですよね、うん、そういう流れの中でやる気を維持するとかっていうのは、それはそれは大変ですよ。グランツーリスモはネットワークに対応した通信対戦型ゲームへと進化するという。ついつい難しくしちゃうっていう気持ちもわからないでもないですね、やってるうちに。そりゃね、どこまでも行きたくなりますよね。僕カーレースのいろんなのやっちゃってるんで、ちょっと頭の中ごっちゃになっちゃってるんですけどね。多分これだったと思うんですけど、やっぱりワンだったと思うんです、一番凝ったのは、はい、それであの、まあ、一つのタイムアタックにしろね、最初走ってみるとね、例えば2分11秒でクリアしなきゃいけないってところが、ね、6分ぐらいかかったりするんですよ。とこれ2分11秒なんて不可能でしょ、うん、悔しいですよね。最初やったら6分だと。でだん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 やってた、例えば2ヶ月目ぐらいの深夜3時半頃ね、突然クリアできるの。だってそれずっと毎晩毎晩ずっとオンエア終わってからやってらっしゃるってことですよね、うん、それで夜中の3時ぐらいに、あれほど不可能だと思えた2分11秒の2分15秒ぐらいのが出て、よし寝る前にもう一回やろうってやった時に2分10秒5ぐらいが出るんですよ。その時思わず一人でやったガッツポーズ、うん、そうやって2ヶ月ごとにワンレースずつこうクリアしていくんですね。ありゃ疲れたな。で昨日の晩これをやってご覧になったのはどうだったんですか。あ、やっぱり確かにね、難しいです。だからそれまだ昨日初めてだから、あのあれ頑張っていけばどん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 クリアして、まずコースを暗記しなきゃいけませんからね。でこうあなんか車によって車種によって足の踏み加減とか、そういうのも全然違う。だから僕はさ、これをまだ持ってないんですよ。あ、そうか、なんとかね、フィンランド人がやってたこれ持ってない。だから指でジョイスティックでやってるの、指で。だからですね、面白いですよ山内さん。見てるだけで汗かいちゃった本当。やんなきゃ早くやって終わって帰る。で、なんで早く終わらせる。今日は夏も近づく88夜です。